そして、さらに JGP2 の決勝がそのあと11時55分、JGP2 の決勝も一緒に行きます。さて、地元ロードの SD600 のサライダー、地元組には長野慎治さん、そして、金メダルの西田美優選手、さらに、松坂浩介選手、後藤輝夢選手に、ピストン、一番目線の投球です。たくさん4人が、松坂さんで、そして男子211チーム、その2台のリーダーが登場しました。1989年のベルギーグランプリ第11戦。